よし。
Thank you.
まあ神秘、神秘の歯車手に、あとは失う。開かれたぞい。ここが失われた。早速先に。Thank you.
私は時の番人。時の番？私は何者？時の番人よ。この塔には失ったものを私たちには蘇らせてほ。この先にある祭壇にその時のオーブの力を、あなたたちには本当に失われた時を求める覚悟がある。覚悟だと？時のオーブとは失われた時の化身がその時のオーブを壊すことで時空の流れが乱れ、すべ仲間を蘇らせたければ失われた時を求める。お姉様を復活させるには世界ごと、もし大樹が落ちたあの日より前に戻り、ウルノーがそうすればベロニカだけじゃない。おそらくあなたたちが望む、もし世界の運命を分けた、残念ですがあなたたち全員が過去に行くこと時のオーブを壊すには全てを断ち切ることのできるそのような力は、それはあなた名前は、あなたが持つそれができるのはあなただけ。ちょっと待てよ、過去に戻った。一度過去に戻ればおそらくに壊れた時のオーブが暴走すれば、時の渦に飲まれてしまったら彼そんな、かけがえのない仲間と別れ、それでもあなたにはこの選択は、ごめんなさい。でも決めたんだろ、お前の手でもう一度、さあ行きなさい。覚悟を決めた。時のオーブを壊した時、あなたの記憶ともい、あなたがこれまで、そして時の祭壇の周りを回って、悠久の金庫はあなたが時のオーブを壊した、あなたのこれからの冒険に、オーブと共に今あなたはかつて勇者のしばらくはそれを装備して、さあ私の知りうること、
時の番人。待ってくれ。過去で会う俺はおそらく、お前が望んでくれるのなら、俺は再び。モン・グレイグったら、か。さよならなんて。あなたなら大丈夫よ。でももしダメな時は。さあ、あなたのおじ。立派な顔。なに。ちょっとの間お別れす。なんたってこのわし。私は あなたと一緒に冒険した日々は、だからまた。時は満ちました。今こそ。やつは、こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。それじゃあみんな、世界の海を股にかけて虹色の枝を探すわよ。行きましょう。ウルノーガの野望は私たちで止めなくては。ウルノーガなる者を打ち果たし、世界の未来をお守りくださいませ。